国産材が少しずつ使われるようになってきたとか、まあ、新しい技術が発展してきたとか話があるんですけど実は山側はですねなかなかそれが恩恵を受けられてないっていうのが現実でで、えー、まあ,あ20年近く前なんですけど山側の今日これのある大体100ヘクタール以上の人たちっていうのはだいたい年収で500万から600万ぐらいあったんですね。 でそれが今あの100ヘクタール以上の人はこれ全国平均ですからあのみんな赤字になってしまったで、えー、実は500ヘクタール以上私もそうなんですけどこのもう400万も赤字で、えー、そこがですね、まあ、今林業から離脱されしつつあるであの切って植えないっていう人が結構増えてきましたでも切って植えないっていうのは資源的な問題もいろいろあるんですけど実は あの林業からみんな資金を回収して林業から逃避してるんですね林業家がでえその中で木材の国産材の需要がこう出てきてるって一体何なんだろうというところがま非常に難しいところですでまあ少しあのその中で私自身の林業経営自体はあのここに書いてありますように地域住民に理解してもらえる経営 まあ、あといろいろ書いてあるんですけどもう一つはまあ現場の作業員を大事にするんで、えー、議論の存在する現場でで、えー、一番下に共生の話として、えー、自然と地域との共生をとっていこうというふうなことをまあ経営の厳しい中でやってますで経営の厳しさの一つの理由は日本の林業の高コスト化です。 一番下に書いてございますように、30年生までに育つのに日本はなんと280万円お金をかけてるんですね。で、えー、アメリカ少し古い資料から持ってきたんですけど、だいたい8分の1から15分の1ぐらいで仕上がっています、えー。ニュージーランドも5分の1ぐらい。一つはですね、アメリカなんかはやはりあの外国人労働っていうものが、私が若い時にアメリカ行った時は。 あ木を植えることに使われてたんですけど今はもう伐採まで入ってるとかヨーロッパなんかでもやはりあの東方からの人たちが山で働いてるとかっていうことで、まあ、コストの問題自国民でやっていく高コスト化っていう問題もかなりそういう社会的な問題もございます。で私自身は尾鷲ヒノキというヒノキを生産しておりましてあの昔はクソ高いヒノキだったんですね正直に言えば。 でその頃はなんと1ヘクタール山を30年生までにすむのに400人前後の労働を投入ししてました、えー、それでも十分見合う森林経営だったでところがまあ私が帰った頃これはやばいなっていうことで、えー、どんどん労働を合理化をしてってで現在の段階では早め林業段階の時点では94人でま山を仕上げると。 というところまでそれこそ4分の1になるまで人手を下げてきまして目標とする森林は同じだというふうな考え方で捉えてます。でこれ実はあの枝打ち作業っていうのを5から28ってところで枝打ち作業え切り捨て干ばンバス枝打ちって書いてあるんです一般的に枝打ちをしないじゃあ枝打ちをしない時にどのぐらいになるのかっていうのを、まあ、ある大学の先生から作ってくれと言われて、まあ、作り出したのが こういうい数字なんですね、えーまあ、145万1千円ぐらいで山があ再生できるだろうとでところが真ん中の四角い枠に鹿の防御策があるんですねでこいつがですね最近非常にまあ問題になってましてこれを除くとここで80万ぐらいお金がいってしまうんで。 えー、それをさっぴくと、まあ、70万ぐらいで山作りができるという状態になってくると、まあ、あの非常に恥ずかしい話なんだけど補助今の補助体制が続けば、まあ、アメリカと競争できるぐらいのコストダウンができるというものになってきてます。 で私自身の森林管理のポイントというのは、まあ、多様性を高める林業経営ということでやってるんですけど、まあ、ここで1から5まで書いてあるような、まあ、自然植生を林内に誘導して人工林なんだけどそこに多様な状態を作り出すというふうなことをやってますと下に書いてありますようにあの保護林広葉樹の保護林より人工林の方が植物の種が増えてくるということもあります。 これはですね上の右上の写真が台風で木が倒れたで、その下流、同じ日の下流がですね実は水がほとんど濁らない、これはあの仮想植生、あるいは、えー、それによって作られる土壌というものがろ過作用があるわけですね。もちろん普段は大変きれいな水が流れて でえ少しあの違法伐採の話で具体例をお見せしましょうでこれはあの有名な奈良の興福寺の中根堂ですできて大変話題になりましたでこの木は実はカメルーンの木です先ほど <laughs> 失礼西原さんがお話しされたコンゴ共和国のちょっと北にあたるんですかねカメルーンっていうのはで、えー、アパという木なんですけど まあ巨大な木を何本も使ってるでこれ実はですねあのカメルーンの混乱期に伐採されて香港経由で日本に入ってきてきますで、えー、ついこの間カメルーンの森林監が私のところに来てこの話をして彼らが言うには、まあ、国自体が非常に政治が不安定でまあ 彼ははっきりは言い難いんですけど汚職等が大きひどくてですね、えー、偽の FSC もあるぐらいだとかいうぐらいですから <laughs> 困ったなと思ったんですけどそこで彼が言ったのはぜひとも消費国が声を上げてちゃんと選別してくださいとで我々に課するのはいいんだけど我々も努力するけどやっぱり我々の政権では限度があるとで、えー、これ中国を香港、まあ、経由してるんですけど そういういう中国がロンダリングの形になって日本に入るものが結構多いとそういう意味では先ほどの,その家具のお話なんかもそうだったと思うんですね昔は中国で作ってたそういうことも含めてです、ね、あの日本人のこう消費っていうのはかなり世界の森林に対してリスクを持っているということですねで違法伐採って森が消えていくだけじゃなくて実は森に依存する人たちの人権を犯します確実に人権を犯します もっと言うならば弱者である女性だとかどういうわけか女の子たちがすごいリスクを負うんですねで女の子なんかはあの極めて早い段階で、えー、幼児売春だとかそういう森がなくなったら即そういう形になるということが起きてる。で日本の木材10%ぐらいが違法だと言われていますから皆さんが輸入材を10本使えばその1本はそういう女性だとか。 子どもたちの人権の蹂躙のリスクを持っている木材だということを理解をして使っていただきたいと思います。で日本はですね、木材取引っていうのは違法伐採の木材使いません。ものすごくみんな努力します。ただし、真っ黒な木は使わない。極めてグレーに近い木材でも違法でなければ日本は取り扱います。ここが 違うんですねヨーロッパの国々アメリカはもう最近ではもちろんそこにいろんな木が混じってはいるんですけど原則真っ白な木しか使わないつまり怪しげな木は極力避けようとしますところが日本はそれをしませんあの人形界も厳しい規制に及び腰です基本的に日本の品位がかかってると思うんですけどあのはっきり言えば木材業界って結構あの さっきのののブギレ話じゃないですけど九州の倫理紙はですね紙はかなりそれが進んだんです違法伐採の業を排除する努力。とが林業界はなかなか倫理観倫理よりも商売っていうふうなところにというかこれが倫理の問題なんだというところまでいかないというレベルの低さは林業界にあります。 まあ、FSC の話はですね、えー、ちょっとぎ遅れて今日あの FSC ジャパンから持ってきてもらったんですけど、外に出ると、こういうパンフレットを用意させました、FSC の話が何回も出たんで,で、えー、3つ、こういうパンフレットがあります。で、それをです、ね、あの持ってってもらえばいいんですけど、基本的に FSC のポイントの最大のポイントというのは2番、社会的な利益にかなう管理。でこれは あの先住民の権利だとか、さっきの言った弱者に対する権利だとか、女性労働に対する雇用の問題だとか、日本で言うならば北海道のアイヌの方々の森林への権利をどう守っていくかとかですね、そういうことをあのきっちりと確保して、森林管理をやっていこうということででですすそそれれれががかななり難しいんですね、まあ、そんこことで、えー、これがあの認証された丸太です。 でえー、これがあの世界の長寿の木を持ってきたんですけど基本的に私はですね林業っていうのは木の命の一瞬を使わせてもらってるだけだということで幸せな未来を想像するためにはまず一瞬の木の命の一瞬を使って作ってるんだと。で経営の合理化や収益の増大これはもう必須なことですけど。 やはり命のある樹木に対するあるいは命の集合体である森林への同胞としてのしっかりした愛情を持ってで、えー、林業家も木を扱う人々も研究者も行政マンも全て聖、まあ、あるものに対する畏敬の念を持って接することを忘れないでそれが木の流れから未来をつくること命を大事にすることに始まるあのつながるんだろうというふうに、まあ、強い信念を持っております。 まあこれが認証の私の認証輪の写真ですね。以上です。